ちょっと切れ目入れますもん。このレモン削っていきます。いつもモンマルトルチャンネルご視聴いただきありがとうございます。上村です。今日ご紹介するのはじゃん、またこのレモンですね。県産の農薬リムレモン、在圧寿病園のステキレモン、これを使ったシリーズ、県産無農薬レモンバターソース、こちらをご紹介していきたいと思います。そこだけ聞くとレモンバターソース何につけるのかなって思う方いると思うんですけど、やっぱりお魚とすごく相性がいいソースですね。はい、なので今日は何度か登場してますけど、県産のイラルチャー、公設市場とか、国際通りの周りのお魚屋さんとかによく見るあの青い色したお魚ですね。はい、ブダイの一種になるんですけど、これ沖縄、まあ、沖縄とあと小笠原諸島とかでも取れるお魚です。で白身の魚でお刺身にするとちょっとこう癖があるお魚なんですけど、とても美味しい、旨味成分もたっぷりで、皮目のゼラチン質があるので皮がすごいパリパリに焼けるのでポワレにすごい適したお魚ですね。今日はこちらをポワレ、また一応復習としてもう一度やっていきたいと思います。はい、で材料です。このイラブチャーじゃなくてももちろんいいです。例えばサーモン、ムニエルにしたりとか、冬だったらブリとかもいいですね。もちろんマダイとかヒラメとかも、一応万能のソースなんですけども、お魚は、その時の旬のお魚使ってください。で、調味料、お醤油少しだけ入れます。隠し味と醤油と、塩コショウ、お塩は沖縄のお塩を使います。あとオリーブオイル、あと無塩バターです。無塩バターは、ソースで溶かすのでこう小さく切ってできれば冷やしておいてください。レモンですね、無農薬レモンは絞って果汁の部分と皮も使います。で今日付け合わせはラタトゥイユ、ラタトゥイユ、モンマルトルチャンネルでも何度かあの使ってるんですけど、作り方はこちらですね。こちらで一度皆さんまた復習してみてください。はい、では早速調理聞かせていただきます。はい、最初にお魚ですね、これは三枚おろしにされているイラブチャーなんですけど、まずこの骨の取り方ですね、ここ首のとこによくこう残ってるんで骨とか気をつけてください。一応お魚の三枚おろしは今大体魚屋さんにやってもらえるのでこの状態だと思います。はい、でこっちが頭ですね、こっちが尻尾の部分で、頭を右側に持ってきて、まず骨を抜きましょうね。ここにこう人差し指で触ると必ずこうちょっと分かるんですけど、持って骨をつまんで、で左手でちょっとこう押さえる感じですね、身をこう押さえる、押さえながら抜くと身割れせずに骨だけきれいに取れます。これ鮮度がいい、新鮮だとなかなか骨抜きにくいのでちょっとコツがあるんですけど、特にイラブチャは少し骨が曲がってるんで取れにくいですね。こういう感じで、こういう分かりにくいかな、ちょっとこう曲がってますね骨が。はい、で最後もう一度こう指で確認してないなっていう状態で、骨が抜けた状態で、皮目、まあ、どんなカットでもいいんですけど、このまま焼くことももちろん可能です。イラブチャって結構身がこうギュッとこう縮こまってくるんで、ちょっと切れ目入れますね。はい、こう皮だけ、皮だけこう入れていきます。これで身が縮むのを防止するのと、あとは、火の入り方均一にしたいからっていうのもありますね。はい、こういう感じですね。頭からお尻もこういう入れ方もいいし、あ、いろいろありますけど、あと斜めに入れてもいいですね。こういう斜めに入れるっていうので、もうこれぐらいの薄い身のだったらもう片面だけ塩します。この身の方に何度もこう今までやってるんですけど、30センチぐらい上からこう
均一に血を振ります。はい、これでそうですね、大体、10分から20分ぐらい少し置いとくと、塩が入って、あとこう無駄な余計な水分も抜けます。で、それにその時に臭みも抜けるんで、このまま少し置いときます。お塩したお魚です。表面少しこう水が出てくるんで、キッチンペーパーとかで水分を取ってあげます。そしたら、お魚ポワリしていきます。これは必ずこのテフロン加工のフライパン用意してください。お魚は必ず、弱火ですね、ポワリするときは、中火から弱火の 火加減ですね。強火でもうガンガン焼くっていうのはフレンチではほぼないです。で、オリーブオイル鍋に入れていきます。で、そこにお魚イラブチャー、イラブチャーは皮目から。で、テフロン加工のフライパンの時はもう何ですか、冷たいぬるい状態から、入れて問題ないです。今こういう感じでこう油がふつふつしてきたら、これぐらい弱火押してあげてください。手だとちょっと危ないんで、こういうターナーとかパテラでこう押さえても、僕らは結構手でやりますね。手の方がこう伝わるんですよね、どこが焼けてるとか。このまま弱火で低温焼き、皮目をパリッと焼き上げていきます。そしたらちょっと余分なオイルはペーパーで取っていきます。で、その間に、ラタトゥイユ温めながら取りますね。はい、もうこれ焼き上がります。この状態もうこれでもう 8割5分ぐらい火入ってます。これを最後これで終わりです。これもこの状態から最後ひっくり返して乗せます。はい、で、その間にすぐソースを作ってあります。このフライパン、このフライパンに、先ほどのバターで、こういう感じでこう一回こう泡がふわーっと上がってこうなくなってきたところですね。はい、焦がしバターまでいかないです。ここにレモン、まあ、跳ねるんで皆さん気をつけてください。レモン入れていきます。で、ちょっと隠し味のお醤油、胡椒少し、はい、こんな感じです。これお好みですね、お醤油の量も。お塩とレモンだけでこれでできました。では盛り付けしていきますね。はい、ラタトゥイユを、お皿の真ん中に置きます。そしたらお魚です。身の方にお塩してるんで、皮の方に白胡椒かけます。はい、ソース流していきます。で、レモンの皮ですね、おろし金がでもいいです。こういうので、皮を削っていきます。やっぱり
すごいいい香りが出るんで。はい、2レモン。このレモンはこのまま生でもすごい食べて美味しいので、つけていきます。完成です。イラブチャのポーレです。ザヤスビッジ病院の、無農薬レモンの、ソース、では試食させていただきます。はい、では試食させていただきます。いいですね、この最後の皮削ったのが、この何ですか、香りがすごいふわーっとなってきてて、食欲がこうね増してきますね。いただきます。イラブチャ、皮パリパリですね。うんうん、イラブチャも美味しいんですけど、レモンがやっぱり、うん、優しいレモン、バッチリですね。ラタトゥイユとも相性いいし、もちろん魚とこのソースも相性いいですし、うん、このレモン、これなんですよ、このままスライスしただけなんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。うん。酸っぱくないんですよね。なんか、なんていうんですかね、みかんに近いかな、感じ的に。やっぱりちょっとパンソースにはをつけて食べたいですね、これは。うん、これはやっぱり白ワインですね。こちらです、今日ご紹介するの、何回かご紹介してるんですけど、アレクサンドル版ロワールの自然派の作り手ですね。僕大好きな作り手なんですけど、これのエルダンジュ、はい、の2017年ですね。はい、うん、うん、このレモンソースとめっちゃ合いますね。いいですね、このレモン食べてソースと絡んだ魚、ラタトゥイユ、この相乗効果っていうのはすごい素晴らしいです。はい、このね、ソース簡単なんで、はい、レモンだけ皆さんちょっと探してみてください。はい、黄色いのじゃなくて、国産の、できれば無農薬のレモン、はい、これでできる簡単な、レモンバターソースです。今回の動画良かったと思う方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。まあ、あと皆さんリクエストとか何か質問などコメント欄で、ぜひ、お寄せください。はい、リクエストいただいた、お料理はなるべく早めに、これから、アップしていきたいと思います。はい、今後ともモンマルトルチャンネルよろしくお願いします。毎週土曜日19時公開しております。今回もありがとうございました。